皆さんこんにちは。今回は最近巷を賑わせていた男子バレーボールについてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。2024男子バレーボールネーションズリーグではブラン監督と選手たちが一丸となって他国から称賛の声を浴びるほど好成績を収めましたね。そんな現日本代表監督のブラン監督ですが、パリ五輪を最後に退任することが12日関係者への取材で判明しました。コーチ時代を含めて日本で8年目を迎え、パリを集大成にする意思を固めたようです。五輪後は韓国のクラブチーム現代キャピタルの監督就任が決まっています。現役時代はフランス代表で活躍し、引退後は母国の監督やポーランドのコーチを歴任。2017年に中垣内祐一前監督に招かれ、2大会続けて五輪を逃すなど低迷していた日本のコーチに就任。戦術や練習メニューの立案を担い、堅守を構築、速攻などコート中央を重視した攻撃を浸透させ、21年東京五輪では29年ぶりに8強入りさせる活躍を残しました。以前2月7日には韓国の男子バレーボールチーム現代キャピタルが新監督に招聘すると発表しており、パリ五輪後の8月に正式就任し、任期は3年という情報がありました。ブラン監督はチームを通じ、これまでの指導者経験を生かし最高の成績を残せるよう全力を尽くす、韓国の生活にも期待しているとコメントしていました。ブラン監督が韓国に行くことが判明した今、次の日本代表監督は誰になるのでしょうか。気になりますよね。新監督はまだ正式に発表されていませんが、前回ブラン氏がコーチから監督になっているので、今回も現在の日本代表コーチの中から決まるのではないかと予想されています。選手としても指導者としても世界の頂を争ったフランスが生んだ名将ブラン氏は、2017年の来日以来どのようにして低迷する日本バレー界を変えたのでしょうか。私は2017年に来日しましたが、最初の2年間は暗闇の中にいました。打開策が見つからなかったのです。私はフランス、ポーランド代表を指導し、日本と対戦もしてきました。ところが日本のカルチャーについては何も知らなかった。来日してみて、選手とどうやってコミュニケーションを取ればいいのか、その方法が分からず暗中模索が続きました、と就任当時の心境をブラン監督は語っています。日本の選手たちには監督と意見を交わすという習慣がなかったのです。私はこれまで指揮したチームと同様に個人面談を実施しました。戦術を説明し、私が選手に求めていることを伝えました。ところが選手たちは聞くだけで一つも質問をしてこなかった。うなずくばかりで何を考えているのかさっぱりわからないのです。続けてチームを指導するようになって2度面談を実施したのですが、選手たちの行動に変化は見られませんでした。私が要求した戦術、技術面に関して実行する態度が見られなかったのです。おそらくその時は通訳が適切ではなかったのではないかと推測しています、と語っています。3回目の面談の時にはついにブラン監督は自ら話すのをやめたそう。説明はこれまで散々してきたからと、今度は君たちが話す番だと言い放ち、選手たちの意見に耳を傾ける側に回ったとのことです。その後も練習や生活を通じ選手を観察し続けたというブラン監督、2年くらいかかってようやく関係性が改善し始めたそうです。ブラン監督は、はいと返事はしていても納得していない選手がいることも分かりましたね、と日本人の悪い癖について学んだとのことです。グッドコミュニケーションとは何だと思います。一方通行で言い訳がありません。お互いがアイデアを交換して課題を発見し解決のために動く、それに実力のある選手が年齢が下だからといって黙っているのも理解できませんでした。実力者は私に対しチームをより良くするために要求すべきなのです。なのに若いからといって沈黙する、私には理解できませんでしたよ。それでは仕事の放棄です、と最後に語っています。言語の壁というのは深刻な問題ですね。実際にこの件を日本のバレー協会は問題視していた時期があり、今回の退任理由の一つとも噂されています。このブラン監督退任判明にファンからは、まさかブラン監督ご本人には監督続投の意思があったにもかかわらず
日本バレーボール協会側が契約更新を見送ったとは思いもよらなかった。てっきりブラン監督が代表監督を降りたかったのかと思っていたから。ここまで VNL では銅銀と2年連続メダル獲得、 OQT では自力で五輪出場権獲得、そして現世界ランク2位にまで日本チームを押し上げた名将。ようやくブラン監督の指導効果が軌道に乗った矢先に、日本バレーボール協会がたやすくブラン監督を切り捨てた。これほどまでに日本チームにフィットし、日本人選手に見合った指導で長所を伸ばし短所を押し上げられる監督が歴代にいただろうか。ブラン監督を失うことは日本バレー界の損失、彼を本当に失ったら後悔することは目に見えている。彼に謝罪し、一刻も早く呼び戻してほしい。ブラン監督は日本男子バレーの最大の功労者です。強くもなり人気も出て、これほど男女ともですがパリオリンピックを楽しみにしていただいたことに感謝しかありません。もちろん中垣内前監督や河合会長もどん底から這い上がってここまで底上げしてくれました。思えば低迷期はミュンヘンオリンピック金メダルメンバーの圧力と呪縛から解放されたことが一番大きいですね。海外の優秀な指導者を招聘したことと、積極的に海外のチームでプレーできたことがレベルアップにつながりました。バレーボールの人気が小中学生、大学と広がることが嬉しいです。やはりスポーツは指導者と取り巻く周りの環境が大きいです。男子バレー代表はブラン監督がコーチに就任して以降徐々に強くなってきました。メンバーが変わったのもそれなりにあるとは思いますが、明らかにそれまでとは違います。今の時代、世界はデータバレーは当たり前で、それを超えた見ている側がワクワクするような戦い方が今の男子バレーは魅力です。選手たちも海外に行く人が増えてきて、精神的にも強くなったと思います。男子バレー界の歴史の中で今が一番強いと言っても過言ではないとも思います。ブラン監督の優秀の美を選手たち全員で飾ってほしいと願っています。高望みはいけませんが、今の男子なら銀以上はいけると思います。いや、ここは欲張って金メダル取りましょう。ブラン監督は中垣内前監督が就任の時に中垣内前監督が連れてきてくれたんですよね。男子バレーを強くするためには海外のコーチまたは監督でなければと、きっと中垣内監督は就任した時から自分の監督は1年のみで、あとはブランコーチを監督としてお願いすることを初めから考えていたのだと思う。だから中垣内監督は自分は表に立たずブランコーチを中心にチームを作っていたのかと。ブラン監督にも感謝だが、中垣内前監督にも感謝ですと、ブラン監督を称賛するコメントが多く見られました。パリ五輪メンバーも発表されており、 VNL でも好成績を残した日本代表に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。